ランボルギーニアベンタドールランボルギーニアベンタドール S、アベンタドール S はイタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが製造していたスーパーカーである。アベンタドール LP700 から4の次世代モデルとして発売された。2016年12月19日に公開され、最新の技術が多く採用され、従来のアベンタドールよりも改良された。ランボルギーニチェントロスティーレの手による エクステリアデザインはフロントとリアを中心に一部が改良されたほかカウンタックを想起させるリアホイールアーチのラインなど過去のモデルのアイコン的なデザイン要素が取り入れられている。またデザインの変更により現行型のアベンタドールクーペに比べてフロントのダウンホースが130%向上するなど空力性能も改善しているというこのモデルで4輪ソーダシステム ランボルギーニリアホイールステアリングをランボルギーニの量産車としては初めて採用された。このシステムは低速走行時には後輪を前輪と逆章に、そう出して回転半径を抑え、一方、高速走行時には前輪と同章に切って安定した走行を可能にする。サスペンションにはチェンテナリオで試した自生流体ダンパー、LMS を使った。 次期レオロジーサスペンションが採用された。これにより、垂直方向は LMS、縦方向は 4WD と A シ C、横方向は LDS と LRS で3次元でコントロールをアクティブ制御する。0時速 100km 加速が2.9秒、最高速度は時速 350km に達する。内装のデザインも一新されており、新たに、 ドライバーの好みに応じてカスタマイズできる TFT デジタルダッシュボードを採用。またドライビングモードにはこれまでのストラーダ、スポルト、コルサに加えて新たにエゴが追加された。このシステムでは選択されたモードに応じてエンジンやパワートレイン、ステアリング、サスペンションの設定が変更できエゴモードではストラーダ、スポルト、コルサの設定をベースに これらの制御をドライバーの好みに応じてカスタマイズできる。エンジンはアベンタドールの最高出力 700PS 8250rpm から 740PS 8400rpm に引き上げられ最大トルク 70.3kgm 5500rpm は変わらず。トランスミッションもこれまで通りインディペンデントシフティングロッドと呼ばれる7足。 シングルクラッチのロボット式変速ユニットが組み合わされる。テールパイプが3本になったエキゾーストは従来より20%ほど軽量化されている。ありがとうございます。